こちら、マジで今日ね、動画がマジでクソ撮りになりそうなんでね、じゃんじゃじゃんじゃんと撮っていきたいと思います。大井競馬ね、昨日までで、ナイター競馬がね、全日程終了しまして、明日からね、浦和競馬みたいな、お昼競馬がね、来年の3月まで続きます。まあ、それのね、本年最後の地方競馬、難関競馬って言うべきかな、本年最後の難関競馬、行われます。重賞東京2歳、待って、東京2歳シンデレラマイル S1? 違ったっけ、失礼、東京2歳優秀牝馬 S1 ですね。失礼しました。行われます。距離は 1600m、フルゲート16頭にて争われます。まあ、行きましょうかね。1番、道営から帝王ブルーベリー。なんか可愛い名前だな。帝王ブルーベリー、安城森タイト54、2番、失礼、ちなみにこれ負担重量 S1 で女の子限定なんでね、負担重量54なんで飛ばします。2番、チェリーブリーズ、有利市純54、3番、サブナーカゾナエ、柳高幸、4番、スティローザ、クソキシュ、5番、ルイーズフィーネ、笹川翼、6番、道営からミステリーベルン、安城が北海道から宮崎光幸、7番、トゥギャーザウェン、福原舞、8番、ネーロルチェンテ、笠松から佐藤智則、9番、マッドシティ、藤本元気、10番、センターガーネット、山崎誠二、11番、ブロンディーバ、三上則文、12番、ジャギーチェンが的場文雄、13番、道営からコーラルツッキー、服部隆文、14番、リベールプリス、本橋光太、15番、ポピュラーソング、岡村健二、最後16番、レイチェル・ウーズ、安城、本田正成、以上の16頭にて争われます。まあ、今回は道営から3頭ってことなんで、なかなか面白いっすね。まず一発目、道営から帝王ブルーベリー。これ可愛いっすね。ちなみにあれ、馬名って10文字ダメだっけ？そっか、馬名って9文字なのか。待ってよ。あ、そっか、馬名って9文字までなんだ。そっか、だからカツラの配正行こう。あ、9文字か。なるほど。だからこれ、ブルーベリーって伸ばせなかったパターンか。なんかかわいそうだな。一応出た、新馬戦勝ちまして、フレッシュの新馬勝ちまして、ウィナーズチャレンジ3着。で、JRA 交流は行かせずに、そのままフルールカップ4着、リリーカップ、12着と。で、その他の重賞遠征させて2着。前走ラブミーちゃん記念で重賞制覇と。一応これ、重賞で合ってるよね。そうですね、SP1 なんで、多分重賞の格付けでいいと思いますね。ちょっとその辺分かんないでごめんなさい。そうですね、多分重賞枠で合ってますね。まあ一応このマシン、遠征も含めてね、まあ先行してそれなりの競馬なんで、スタートさえ出ればちゃんと悪くないですかね。カジノドライブ、ハナチ、バーミニアン。まあ内枠入ったんで、今回は期待はしたいかなと思いますね。で、2番、チェリーブリーズ。まあ有利市純なんで、敗戦処理感強いんですけど。ああ、それでも新馬勝ちしてんだ。へえ、すごいね。まあ、新馬勝ちしたものの3着、4着、前走10着と。まあ、距離が、そうですね、ガス欠し始めたのか。そうですね。まあ、安城の腕が悪いっていうところで、スマートファルコンさんか、ハンチがティンパーカントリー、決闘的な問題ないかもしれないですけど。まあ、除外しときましょうかね。3番がサブナーカゾナエ。ローシズインメサンクで、母の血が囲いシーズ。こちら、大井でデビューして、前走ロレーショーが、12着と。そうですね。1600に関しては、まあ、勝ちきれず2着、5着と。まあ、ロージディンメサンクなんで、まあ、これからって感じなんですかね、まだ。まあ、一応、安城戻し、矢野高い騎手。ロレーションって取られたんかな？取られた形跡はないっすね。そうっすね。取られた形跡はないっすけど、ロレーションって、あ、11月か。じゃあ、調べようがねえ、めんどくせ。うん、まあ一応先行してその辺なんでね。まあ後ろから行かなければって感じしますけど。そうですね。まあ柳高騎士で考慮しても3着候補かな。で、4番スティローザを本命飛ばしで行きましょうかね。5番ルイドフィーネ。サウスビグラスサンクハナチがダンスインザダーク。まあ距離適正見ると、そうですね。サウスビグラスサンクなんでどこまでこれから距離伸びれるか。ただダンスインザダークなんでね。新馬戦勝ったもの、新馬戦勝ってから小町特別2歳、そしてローレル賞が2歳と。まあ、しかもちょっと小町特別に関してはね、ぶっ放されてますが、まあ一応、ローレーションに関しては接戦なんでね。まあ一応、内田球場でワンツーか。じゃあ悪くないっすね。まあ一応、ローレーションも2着なんで、まあこの辺に関しても先行しつつ、まあ悪くはないかなって感じですかね。まあ期待はできるかなと思いますね。で、6番、道営からミステリーベルン。父が日本ピラワーズ、母の血が成田ドップロード。887万。おお、なかなか稼いでいいじゃん。一応、フレッシュチャレンジ、2着なもののアタックチャレンジで、初勝利と。で、2歳、とオープン戦で負けて、ウィナーズチャレンジで7着。で、これなんだろう、2歳の一般競争、そうです、2歳のオープンか。まあ、それで2着。で、オープン戦で4着。で、JR2 でウィナーズ勝って、フローラカップと連勝と。
まあ、ただそれでも芝使わずに、ウィナーズチャレンジで、ガス欠して、まあ、金沢シンデレラカップで、制覇と。まあ一応、同様のね、H3 勝ってますんでね。なんで、ウィナーズチャレンジ負けたか、ローテーションは悪くないんですけどね。まあ今回ね、安城宮崎についてそのまま継続なんでね。まあ逃げてるし、先行しようし。そうですね。まあ面白みがある、馬の一頭かなと思いますね。まあ宮崎光行騎手何年か前に期間限定入ってたはずなんで、難関としては久々の騎乗なんのかな。そうですね。去年に関しては難関来てるんで、おそらく一昨年か、その前かな。来てたと思います。そして7番がトゥザギャーウェン。失礼、トゥギャーザウェンか。父が、トランセンと話がバブルガムフェロー。北海道デビュー組か。まあ前走、しぜ、新馬戦まず逃げ切り勝ちで、カシヤマが1分2秒5。まあ不良馬場で1分2秒5。まあまあ遅いっすね。まあまあかでもわかんないけど。で、オープン戦7着、その後のターフチャレンジで7着。で、オープン戦4着で、浦和競馬に遠征してか、転入してから、まあ大馬場は、まあカシヤマ1分30秒に。で、前走が1分29秒で、まあ2着。まあそうっすね。6番人気で2着入線。ただローテーション。連投。連の投。ああ、モリデンスターか。そうっすね。悪くはないっすけど、レンの音。まあ、馬体重に関してはね、浦和で走ってから、まあ、ちょっと相手プラス16キロなんで、まあ、ちょっとの減量ぐらいだったら大丈夫ですけど、まあ、今回浦和の若手使ったんで、平山厩舎の潰し、保留にしとくか。まあ、一応、同栄デビュー馬なんで、まあ、そんなに、まあ、同栄デビュー馬にしたら重賞未経験なんで、ちょっとその辺がね、億劫かなと思いますが。そうですね。まあ、トランセンド3区なんで、まあ、長生きしそうかなって期待も込めて、先行でちょっと潰さずに置いときましょうかね。で、8番がネーロルチェンテ。こちらに関しては、チェンテか。で、8がペルシャザール。母の血が黒船と。同栄でデビューし、石川山と騎手で前走のみが、宮崎光騎手で重賞初制覇か。まあ、フレッシュチャレンジ3着のもの、まあ、ちょっと初勝利に時間がかかって、4戦目と。で、そっからも、まあ、なかなか走れず、ウィナーチャレンジ3着、フローラカップ2着、JR 認定で5着、で、ブロスタンカップで重賞制覇と。まあ、この馬に関してはそうですね、逃げ切りがちなと、まあ、ちょっと先行しつつ伸びきれず、まあ、前走6番手から、ちょっと一気に上がった感じか。そうですね、最後のストレートで、第3コーナー、第4コーナー、一気に上がって、まあ、そのまま後続引き離したって感じか。そうですね、まあ、悪くはないですね、まあ、ちょっとこれからの馬にしても、面白そうですね。まあ、馬体重に関しては、プラス6キロ、マイナス2キロ、マイナス12。まあ、今回輸送もありますんで、その辺がちょっとどう馬体重変更するかと思いますけど、あ、大いに遠征、あ、大いに転入してんのか、こいつ。そうですね、大いに転入で今回安城佐藤ともにか、あ、じゃあ大丈夫そうか。なるほど。そうですね、まあ、今回一応、まあ、そっか、そうなるともう、輸送もないから、バッチリ終えんのか。そうっすね。まあ、悪くはないんじゃないですかね。ちょっと先行で言っときましょうかね。やっぱりこの時期、同栄デビューは除外したくねえんだよな、本当は。で、マッドシティ。父が名称ボーラー、母の父が、スキャターザゴールド。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、やっぱり10文字いけんだ。前走ローレル賞が人気薄で4着入選。その前が除外と。まあ、この文字、船橋のデビュー組にしては、まあ、ちょっとなかなかって感じだったのか。まあ、なぜか無駄に JRA の芝も使って、むしろこの馬、JRA の芝使った8着っていうのはすごいですね。逆にこの馬に負けたドベの馬って誰なんだろう。まあそうですね、前走ローレル賞に関しては、うん、まあ先行して、まあそのまま入選できたってことを見ると評価すべきなんですけど、そうっすね。まあ、ただなんだろう、もうちょっとパンチが欲しいかなって気がしますね。まあ、この年458キロデビューしてから、マイナス17、プラス6、マイナス7、プラス2、プラス8、プラス16。で、除外明けでマイナス13。そうですね。ただこの年やっぱり難関で55キロ背負ってるんで、まあ、54キロの今回定量牝馬なんで、そこがどうなのかって気がしますけど、まあ、安城藤本元気、ちょっと除外しましょうかね。で、10番がセンターガーネット。父がダンカーク。母の父が、ワイルドラッシュと。お、足毛ちゃんか。650万。おうおうおう。新馬戦さすが潰しがあって、フレッシュスタート別に2着。で、2歳150万円以上か。そうですね、150万円以上の、普通競争ですね。それで勝って、で、フィリーズ競争まあ負けて、前走ヒバリ特別が逃げて、6着と。
そうですね。1200で、まあ、1200で逃げて連帯してて、まあ、むしろ逃げ切り勝ちしてて、で、1500、2番手競馬でガス欠して、トップから、13馬身。で、前走に関してはトップから9馬身大敗しますんで、まあ、昨日は大井競馬、重馬場だったからまだいいかもしれないですけど、そうですね。ちょっと距離伸びたのは、段角3区にしてはデメリット感強いですね。まあ、ちょっと除外しましょうかね。まあ、ガス欠し3着候補っていうのがね、関の山かなと思いますけど、まあ、除外が一番いいかなと思いますね。で、11番がブロンディーバー。多分まあ、有力馬の一頭ですけど。父がスマートファルコン、母の父が桜爆心王で、ノーザンファームの生産。目下2歳馬にして1700万稼ぐという、まあ、来年の H クラスほぼ確定組ですね。1700からもう来年下半期まで H いけんじゃないこれ。あ、ギリ無理か。来年 A2 か。H って2300万なんだ。わーすげえ。あ、でも来年 A2 は確定しますんで。そうですね。まあ、あれか、3歳の。ユングフラウとかその辺で賞金加算すれば、なかなか上がれそうですね、簡単に。まあ、北海道でデビューし、フレッシュチャレンジ勝ったけど、ウィナーズ勝ちきれず。まあ、早々に、こっち移籍させて、まあ、若武者賞で3着。で、前走小町賞、前走小町賞とロール賞と、まあ、そのまま先行で、まあ、伸びきり勝ちと。まあ、このままに関しては、そうですね、決闘的にでも全然申し分ないですよね。まあ、本当にこの馬が有力株の一頭になりそうなんでね、まあ、普通に先行で打っときましょうかね。で、12番が、ジャッキーチェーンと。ジャギーチェーンか、失礼しました。父がザグローリー、母の父がスペシャルウィーク。賞金に関しては、まあ、北海道バーから転入かな、500万。あ、普通にこっちの馬か。ちょっと少ないっすね、難関種族で500ねえのは。まあ、安城が達代西と。で、今回が的文幸衆。そうですね。このメンツ相手にザグローリー3区。母の父がスペシャルウィークか。まあ、しかも1002、1004しか走ってなく、1600が新馬戦以降なんで、そうですね、ちょっと厳しいですかね。除外しときましょうかね。で、13番が、同栄から参戦、コーラルツッキー、安城が服部高文記と。シニスターミニスターの3区、母の父がキングヘイロー。よく稼いでんな、2525万。こっちおいで。そういうことか、そらでけえわ。エーデルワイスはでけえわ。JR コールだもんね。すごいですね。エーデルワイスを前走勝ってんだ。まあ、このマシン、逃げ切り勝ちで、やや重で、まあ、1000メートル1分ジャスト9と。まあ、1分ジャスト9だったら、なかなかいいタイムですね。で、A 冠賞が3着、2歳オープン、競争で、まあ、勝つと。で、フルールカップで重賞発案して、制覇と。で、リリーカップで、まあ、ちょっと、後ろから行ったのが失敗して7着。ただ、エーデルワイス賞、まあ、8番手から抜けましたけど、伸び切って、勝ちと。まあ、これでこのマシンは重賞2勝、通算4勝と。いいっすね。いいっすね。この馬有力株か。まあ、外枠入りましたんで、まあ、内コースの線路、多いの、この競争。まあ、同エヴァにとってはね、コーナー周りがそもそも多いと同じこの右回りなんで、そうっすね。面白い一戦になりそうっすね。まあ、スタート地点がね、そもそも直線短いんでね、まあ、バックストレートで上げつつ、まあ、そのままコーナー、ちょっとスピード落としつつ、バーンって伸びれば悪くないんで、ちょっと外目行ったコーラルツッキー。まあ、先行してもいいし、刺してもいいっていう意味で、本当に面白いってことね。で、14番がリベールプリス。アンライバルド参加話がフィガロ。215万、よく出れたな。同泳デビューにしてはちょっと成績があった感じですかね。まあ、重賞取り消し明け、まあ、11着同泳と。で、前走1500でガス欠と。除外しましょうかね。そして15番、ポピュラーソング。こちらもアンライバルド、ハンチがホワイトマズル。お、1171万。お、いいじゃん。デビューからちょっと8分前時間があったけど、まあ、まあまあで、まあ2着か。で、勝って2着、3、1、3。そして森岡も芝遠征させて逃げて3着。で、園田遠征して8着、金沢4着。で、金層に関しては3着、3着。まあ、塵も積もれば山となった組ですね、これ。そうっすね。まあ、バカズは踏んでるけど、何がすごいかって、この子自身、ちょっと馬体重の増減が、まあ、遠征はそんなにないですけど、ちょっと好きなんですね。まあ、マイナス4で走って、マイナス2、プラス3、増減なし、プラス1、マイナス7、プラス9、増減なし、プラス4、プラス3で、まあ、プラス1キロか。そしてね、ちょっと遠征に関しては、まあ、プラス4キロなんでいいかもしれないですけど、そうですね、まあ、一応逃げて、まあ、しかも逃げてガス欠で0秒8。
しかもインコースから逃げてますからね。多分距離持たないんじゃねえのかな、大井の戦力だと。まあしかも前走船橋の戦にすら3番手からの競馬でトップから8秒審査。そうですね、ぶち切られてますんでね。勝ったのが、カプリフレイバー、男の子か。ああ、まあそう考えると女の子で入選しただけ上出来と見るべきか。そうですね、ただ56キロ背負っちゃってんのか、女の子にしては。ずいぶんご愁傷様の馬体重背負ったな。そうですね、まあ新風特別に関しても56キロで逃げてガス欠しますんで。まあ、ティーズダンクにどいてーだったらしょうがないですね。男の子相手にやっぱり女の子が56キロっていうのは、なかなかの戦犯競争ですからね。そういうところで見ると、まあ、今回負担重量54に戻るんで、そうですね、大井のここの辺になるのか、大井川崎の。まあ、だとしても1500でガス欠しますんでね。重馬場でガス欠してると考えると、そうですね、三着候補っていうのがこちらも関の山。で、16番が、レイチル・ワズと。あ、してレイチェル・ウズか。父がヘニー・ヒューズ、母の父がブライアンズ・タイム。賞金船橋で840万ジャスト。お、もう一回3連勝か。安城は継続か。まあ、逃げて3馬身、4馬身。で、前走4番手からの競馬でぶっちぎり4馬身と。まあ、ローテーションちょっと気になりますけど、まあ、馬体重に関しては新馬走ってから、増減なしでマイナス4キロなんでね。そうですね、悪くはないですね。しかも、まあ、前走55キロで勝ってるってことを見ると、まあ、ちょっと大外入っちゃったのが気になりますけど。まあ、展開的には先行してもよし、まあ、差しがどこまで通じるか。まあ、ちょっと面白そうですね。というわけで、16頭を見て絞った結果、1番のテオブルベリーが先行馬、3番サブの赤備え、そうですね。まあ、大井の1600、2着入選してて5着なんでね。まあ、一応こちら3着候補で打っときましょうかね。そして4番の、スティローザを本命潰しで吉原シネーって感じですかね。シネーとはっきり言うんですけど、ラーって感じですかね。で、5番、ルイド・フィーネ先行馬。で、6番同栄のミステリーベルも先行馬。7番トゥザ・ギャー・ウェン先行馬。8番ネイロル・チェンテも先行馬。10番のセンターガーネット場外。11番ブロンディーは、まあ、有力株の1頭。で、13番の、コーラルツッキー同栄から遠征が、まあ、先行してもいいし、差してもいいと。で、最後15番、失礼、最後じゃない。15番ポピュラーソングが、まあ、ちょっとチリも積もったので、3着固定でいきたいと思います。で、最後16番、まあ、レイチェル・ウズ。まあ、もう一回3連勝中なんでね。まあ、一応先行でもいいし、ちょっと差し展開もなるかなって感じがしますけど、言っときましょうかね。ってわけで、一応絞った結果、有力株でいくと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、11頭か。まあ、ではまあちょっとチャッチャと軸決めちゃいましょうかね。まあ一応軸としてはね、ブロンディーバー、コーラルツッキーの、まあこの2強でいいとは思うんですけど、ただちょっと気になる、まあコーラルツッキー組とかのドエバーね、ちょっとまあ距離1600とか、未知数でも意外と持つケースっていうのが大体あるんですよね。そうですね、ミステリービルに関してはちょっとまあ1700で思いっきりド派手にガス欠しますけど。そうですね、ド派手にガス欠しましたね。まあ、負担重量はちょっと56キロなんでね。まあ、このレース、男の子が最大55キロなんで、そうですね。やっぱりちょっと重かったのかな。まあ、ただその後のね、54キロの金、金沢で、まあ、ちゃんと、勝ってますんでね。まあ、そこ見ると、この子自身54キロのこの競争、いいんじゃないですかね。そうなると、頭は6、11、13。まあ、この3頭が妥当かなと思いますね。うん、多分そうですね。その辺が妥当かなと思うんですね。まあ、ちょっと、帝王ブルベリーに関しては、まあ、柳川牧場生産だけど、そうですね。ちょっと、リリーカップの出遅れと、まあ、フルールカップガス欠は、ま、しょうがないとしても。そうですね。こちらに関しても、ま、馬体重はね、まあ、新馬戦勝ってから、まあ、プラス10キロで、プラス4、マイナス2、マイナス3増減の人。悪くはないんでね。まあ、インコースをどこまで活かせれるか、そこが肝かなと思いますね、やっぱり。ただそうなってくるとやっぱりバカズ踏んでるミステリーベルン、ブロンディーバー、コーラルツッキーかな。で、2着に1番のブルーベリー入れて、もうブルーベリーじゃないけどブルーベリー入れて、1、6、11、13。で、そうですね、ちょっと16番のレイチェルーズ、まあ、もう一回3連勝組、まあ、母の血ブライアンズタイムなんで、まあ、ちょっとこの母の旗のガイアっていうのがどういうことかわかんないですけど、まあ、もう一回3連勝してる実績まで考えてみてもね、
まあ、なんだろう。まあ、そんなに接戦で勝ってるわけでもなくね。ちゃんと4馬身、5馬身、まあ、先行逃げ切りで勝ってますんでね。まあ、そこ評価してあげて、まあ、一応、2着には入れてあげたいかなと思いますね。で、3着に、1、3、4、5、6、7、8、11、13、15、16と。まあ、ちょっと3着がね、11頭で多いんですけど、まあ、軸的に見ると、頭3、1着3、2着5なんで、等数的に見ると、1、2、3、4、5、6、7、9点かける、36かける3、まあ、108点か。まあ、東京2歳に関してはそうっすね、あんまり、荒れるって要素が見当たんねえから、ちなみに去年の、東京2歳優勝牝馬、アークビグラス調整かですから、去年の東京2歳優勝牝馬、まあ、アークビグラスが、人気に応えて勝ったけど、まあ、後続各馬は、馬場状態が、両馬場で差し切りか。うん、そうですね。まあ、そうなるとやっぱり、内枠の差し馬でもいいかもしんないけど、そうですね。まあ、やっぱり、外目からでも、まあ、なんとか人気薄でも食い込めてる馬もちょこちょこいますんでね。そこを見ると、そうですね。まあ、どういえばでもスティールティアラ、まあ、逃げて、まあ、ちょっと捉えられて失敗したのかわかんないですけど、まあ、4着入選しますんでね。まあ、今回その辺で見ても、そうですね。花切りそうなのが、どうせおそらく4番が花切りそうなんで。まあ、4番が思いっきり先行して花切ってくれてガス欠してくれるっていう展開が、俺的には一番理想かなと思いますね。まあ、多分このまま、そうですね。先行するんですかね。無駄に。まあ、そんな感じかなと思います。まあ、108点が妥当かどうかはありませんけどね。まあ、もし買うとしたら3連複1点。同栄の、ミスリベルン、ブロンディーバ、コーラルツッキー。多分、この辺の3連複1点5って1点が、まあ多分上位人気には食い込むと思いますんでね。まあちょっと期待かなと思いますね。まあ本当に、まああとはね、トゥザギャーメンとかがどこまで、まあ掲示板に食い込めるか。まあ勝ちはないにしろ掲示板に食い込めたら上出来っていう感じしますんでね。そうですね。まあ多分、勝ちは無理だろうな。まあ3着っていうのがやっぱりこちらも責任だって感じますけど。まあ、この旧車、この機種、ちょっと応援したいかなっていう、まあ、偏見はございますんでね。まあ、偏見っていうか、まあ、個人的意見。ご了承くださいって感じですけどね。まあ、そんなところかなと思いますね。はい。よいしょ。で、一応、これでね、年内最後の地方競馬の、重賞予想はね、全部完了しましたって言いながらね、何本か、12月ね、重賞予想の動画、あ、違う、やべえ、評価忘れてた。まあ、すいませんね、評価忘れてましたね。本命、4番の、クソ機種の馬、本命にして、そうですね。2番手評価はどっちにしようかな。ミステリーベルにするか、コーラルにするか。やっぱあれか。同栄の JR 交流かってコーラルか。エイゼルバイス賞ってこれ、1200だから品限定か。あ、そうですね。品馬限定ですね。すげえ、3頭全部 JR 取られなかったんだ。ダッシュ掲示板で中央1頭かよ。あ、しかも JR 誰が来てんの？内パク、トサキ、田辺、ニクソキシか。どんまいだね。これはどんまいだろう。あ、てか、アザワク、こっち来ないの？アザワク今回エントリーしないんだ。あ、兵庫行っちゃってんだ。頑張って頑張ってって感じですけど。そうですね。まあ、差し切りで前走勝ったコーラルツッキーにある程度分がある感じか。というわけで、2番手評価、JR コリも勝ってて、ちょっと距離伸びてほしいなって思うコーラルツッキー2番手で。まあ、3番手評価、11番のブロンディーバかな。で、4番手評価はコーラルツッキーでいきたいかなと思います。あ、ミステリービルですね。ミステリービルで行きたいと思います。まあ、服部隆文騎手ね、去年か一昨年船橋来てますんで、去年すげえ乗ってんな。浦和で2、18、25、37。結構乗ってるね。あれ確か服部隆文騎手って何年か前、2年かなんか連続で来てんだよな。今年はね、同栄枠がちょっと少ないんで、寂しいんですけど。そうですね、今年同栄冬樹と落合源太だけか。そうですね。多分去年か一昨年ぐらいにはね、服部高文騎手来てましたんで、確か阿部龍騎手が来てる時に、宮崎光騎手も一緒に来てたのかな。ちょっと何年か前か忘れちゃったら申し訳ないですけど。まあそんな感じかなと思いますね。まあやっぱりこの競争、同栄枠期待かな。うん、そんな感じかなと思いますね。ってなわけで、これで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。